ヘルベティア共和国の行政区画図オーバーラント州は、ヘルベティア共和国にあった州の一つで、州とはトゥーン。現在のスイスのベルン高地、すなわち、ベルン州トゥーン区、インターラーケンイコールオーク、フルティゲンニーダーチンベンタール区、オーイコールザーネン区の範囲にあたる。1798年に、ナポレオン・ボナパルトのフランス軍が侵攻し、ヘルベティア共和国が建てられて、 ベルン州の秩序が崩れ、オーバーラント州、ボー州、ウンターアールマウ州がベルン州から分離独立した。しかし、オーバーラント州では独立志向が弱く、保守的な傾向がむしろ強かったので、新しい州の設立は住民にあまり歓迎されなかった。1801年に制定されたマルメゾン憲法では、オーバーラント州がサイドベルン州に復帰することが提案されている。 しかしその後の2年間、州では、ソーランとクーデターが相次ぎ、共和国の秩序は崩壊状態であった。ようやく1803年のナポレオン朝廷法によって、ヘルベティア共和国の解体とともに、ベルン州との再統合が決定された。ヘルベティア共和国の古地図オーバーラント州には、銃の行政区があった。ありがとうございます。